どうも、マルベリです。ブロスト実況、やっていきましょう。さあ、ということで、こちらも2018年12月リリースされたばかりの期待の新タイトルでございますが、ゲーム始まるといきなりチュートリアルからスタートしていきます。デバイスをこのように持ってくださいということですが、今回はちょっと iPad のプレイでございますので、ちょっと画面の比率がね、普段とは違うんですが、まあ、できるだけ拡大とか使ってやっていきたいと思います。まず、この紫色の宝石、エメラルドをとりあえず取ってってくださいということで、画面の左側に青いパッドが出てくるんで、これを動かしていくスタイルでございますが、ちなみにこのブロスター、最初ブローって出てましたけど、ブロースターズの略でございまして、ブローとは喧嘩でございますね、ということですので、誰と喧嘩すんのっていうところですけど、ただね、動かして紫の宝石を取るゲームだったらね、そんなね面白くないことはないですよ。今度は右側の赤いコントローラーをドラッグすることで、このようにエイムシューティングが可能でございます。で、さらにキャラクターの上のオレンジのバーですね、あそこが段数になってるようなので、3段階に分かれてて、一定時間でリロードしていくんですけど、3つ目がなくなっちゃうと弾撃てなくなると。先ほどは方向指定してエイムしてたんですけど、単純に赤いコントローラーのところをタップするだけですね、右側のやつ。そうすると近くの敵にオートエイムして攻撃してくれるという感じになってるんで、移動しながらポチ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 ね、攻撃をしてったら、一応攻撃はね、簡単に当てられるっちゃ当てられるようになっておりまして、非常にシンプルでね、どなたでも楽しめるような感じのゲームみたいな感じになるんでしょうか。で、ただね、この移動と通常攻撃だけじゃ面白くありませんよ。いくらシンプルっつったってね、必殺技あるみたいでございます。必殺技のゲージみたいなのが右下の方に出てきまして、ズバーンっていう感じですね。で、そのゲージが溜まると、黄色いコントローラーが出現してね、こんな感じで、もういきなりボット戦が始まってしまいます。まずはどんな感じのゲームなのっていうのをね、やって体験するのが一番早いよと。マップ中央にですね、エメラルドが測れるので、これを集めていくんですが、3対3の構図になってて、チームメンバーの誰かが取れば、左上と右上にそれぞれカウントが出てきますね。エメラルドが取得されると、現在のチームの所持エメラルドが出てくると。で、よく見るとキャラクターの上に、誰が何個取ってるよっていうのも出てくるんですね。でもいきなり戦闘が始まっておりましたが、このように相手を倒していけば、エメラルドの取得を妨害してね、先にまず10個集めようっていう感じですね。もうちょっとこれだけでも面白そうでしょ？あ、私も完全初見プレイでございますから、立ち回りとかはね、全然分かってないんですけど。で、もう一点、相手を倒すと、相手が持っていたエメラルドも倒された場所で放出するので、それを奪うこともできますよっていう感じですね。なので自分がいっぱいエメラルド持っててね、先生の方にいると狙われやすいみたいな感じなんでしょうか。あとはね、敵を倒したばっかいても結局エメラルドをチーム総数で10個獲得しないといけないので、前ばっかいてもダメだっていう感じでしょうね。さあ、これでエメラルドの総数が10個になるとカウントダウンが開始されまして、残り15秒ですね。この10個キープを15秒間耐え抜ければこっちのチームの勝利になると。また今回は3対3のバトルでしたけど、いろんなモードとかもあってね。さあ、15秒経過、バトル終了でございます。こんな感じでブロスターは楽しんでいくようなゲームになるようです。無事勝利いたしまして、あとは初期キャラのね、新スキンみたいなのがリリース記念でね、プレゼントされてるようでございます。スターシェリー、ここら辺ね、ゲットしたアイテムが何なのかとかね、ちょっと分かりにくい感じはあるんですが、こちらがホーム画面になってますね。で、ショップとかでね、先ほど使ってたキャラ以外にもいろんなキャラクターもいるようで、キャラクターごとに武器とかね、特性が変わってっているようでございます。ラインナップこんな感じですね。先ほどゲットしたスキンはここからね、変えられるようでございます。スターシェリーにして選択をするとスキン変更ですね。能力値には多分影響はないはずですね。多分。で、その他にも色々とメニューがあるんですが、とりあえず進めていかないとね、色々アンロックを解除できないので、ここからは実際にオンラインプレイ。やっていきたいと思います。さあ、初陣でございますね。何より立ち回りとね、操作方法にもまだ全然慣れてませんから、当たって砕けろでぶちまけて楽しんでいこうと思いますよ。さあ、今回は青チーム、こちらは初期キャラ3体みたいですけど、相手はなんか違う攻撃してきそうですね。さあ、どうなっていくのか。まずは中央エメラルド狙ってくるんでしょうが、そうですね、このブッシュの中に隠れると相手が見えなくなるので、今2人しか見えてないですけどね。で、序盤はやっぱりランク帯というかレベル感も合わせていただいているのか、多分始めたばかりのプレイヤーの方々が多い感じでしょうね。とりあえずエメラルドソースは3対1でこっちが優位性を保ってますが、ちょっと仲間が突っ込んでてますね。おお、倒しきった、ナイス。しかし大丈夫かあれ。このね、仲間の動きとかも見てね、助けてあげようとかね、こっちを追い切って倒し切りましょう。 OK。 あーっと、前線にいた仲間がやられちゃいましたね。お、しかし、もう一人の仲間がちょっと助けに来てくれているが、大丈夫か？そりゃ、やれそうだね、あれ。OK、キル取っていく。さあ、しかし、復帰したタイミングがね、無敵状態なので、いいですね。中央ルビー取って、あと一つ。
さあ一人前線で頑張ってくれているか、大丈夫か、ヘルプに行こう。で相手の武器なんかロケットランチャーっぽいのとかいろいろあるんですけど、こっちチームが猛プッシュで、これ相手ボットなのかな、動きが人っぽくないですね。さあプルチームカウントダウン、エメラルド10個集まった状態で15秒キープ。それともこっから狙ってくるのかな。あっと、相手必殺技ですかこれ。ロケットランチャーっぽいのが。ダメージは出てますね。あえて取らして一気に倒しきって逆転狙いなのか。全然危ないよ。ちょっとヘルスがやばそう。お、逃げ切った。いや、やられたね。エメラルド取り直して、さらにカウント12まで行きましたよ。ここ15秒耐えないといけないから、このカウントダウン中に前に行って当たりに行くのも良くないと。ブッシュに隠れて、オッケーオッケー、仲間がガンガンキル取ってくれてる。さあ、残り1秒。バトル終了。どうだったんですかね。本当に始めたばっかりのプレイヤーさんだったからってことなのか。だったらこんなキャラクター持ってないよね。なんか序盤ボットなのかな。さあ、そしてなんかスタートークンっていうのと、報酬でトークンっていうのが取得できるようでございますが、ここら辺が先ほどのアンロックのメニューだったところに関係してくるみたいですね。このチームでもう一回行きましょう。2戦目でございます。また相手はなんかキャラクター違いますね。レッツブローダー。さあ、まずは中央一気に来ました。お、3体見えてて、ブッシュに入りましたけど、ロケットランチャーダメージでかいけど、相手もヘルス管理ができていないのか、とりあえず勝ち切りましたね。そしてやっぱ慣れないとエイム射撃が難しいっすね。できればエイムで狙いながら射撃したいんですけど、まあほとんどオートエイムでタップばっかしてるような状況で、最初はこれでもとりあえず倒せてますからね。慣れてったらちょっとエイムもしっかり入れていきたいところでございますが、必殺技も使いたいんだけど、なかなか使うタイミングはよくわかってないな。さあルビー集めしていきまして、5対1。あのロケットランチャーが目立つけど、あと他の3体はほとんどなんか攻撃してきてないような気がするんだけど、さあここで仲間の必殺、あれが、ん？なんだ？あ、爆弾っぽいのもいるのか。それとなんか可愛いちっちゃいやつ、クマさんみたいなやつ、頭に被り物してるやつ、あれ何なんだろうね。さあ10個集まってカウントダウン始まりましたが、ここで落とされるわけにはいかない。いやこれほんと人かな人っぽくないよね。なんか普通にただただトロールしてるみたいな、なんか攻撃しないで突っ込んできてくれるみたいな感じですけど、危ねえ危ねえ。最後相手のロケットランチャーの必殺技が飛んできましたが、ここも勝利でございました。2勝目。ハングルの人とかいるからね、多分実際のオンラインプレイヤーだとは思うんですけど、みんなまずは操作方法を慣れていくみたいな感じで探り探りなんでしょうか。私もよく分かっておりませんが、2連勝でございます。さあ3戦目。お、どうでしょう。今度はちょっと違うキャラが仲間に一人いますね。戦闘に入ったら相手の武器とか見てる余裕がないですからね。仲間の武器を見ていきたいところですが、あーなんか散弾銃っぽい感じじゃないんだね、初期キャラの。とりあえずまた中央の取り合いですが、今回は相手が2個取ってますね。さあこっちも2個取り返していく。2-2の状況。あのクマちゃんは何なんだろう。いや、あのクマちゃんもそんな攻撃はしてないが、とりあえず仲間が1人突っ込みましたね。今ブッシュに撃った敵キャラも仲間と同じキャラ使ってますね。いやー大丈夫あれ、なんかなんで生きて帰ってこれんだが。あのクマちゃん攻撃してきてる？何なんだ？操作方法分かってないのか？さあ、エメラルド5個取って、お、倒しきった、あ、倒されたのか？あ、仲間やられてますね。ただ仲間がやられたんですが、そのエメラルドは味方が取り返してくれたみたい。うん、なんとか粘った。なんか必殺技か？なんか食らいましたね。あと HP ね。食らっても、とりあえず前線から離れて、一定期間ダメージとか受けてなければ HP 回復してってますね。さあ、10個集めて、ブルーチームカウントダウン。残り15秒耐えきれば OK。ローヘルス落とせましたね。下手にここで前に行ってね、死にたくないですね。さあ、マルビさんキルを取っていく。さあ、ブッシュにもう一人。相手の仲間もヘルプに来ておりますが、これは厳しいんではないでしょうか。OK! 3連勝。純の蝶でございますね。お、今回マルベルさん MVP 取っていく。MVP はキル数なのかな、それともエメラルドの取得数なのか、ちょっとわかりませんが。いや、まだこれ相手がね、そんなに強くないからあれですけど、立ち回りとかわかってって、いい勝負できたらもっと楽しそうだな。さあ、また相手はなんか知らないキャラクターがいますが、今回はちょっと右から回っていきましょう。さあ、センターのエメラルドを取りに相手も来るでしょうが、いや、3人とも突っ込んできましたね。これは落とせそうだ。あーっと、物心隠れられたが、仲間がやってくれました。さあ、再度真ん中に突っ込んできてるのは、ちょっとリロードが追いつかない。相手が突っ込んでくるとちょっと焦って連打しちゃうな。やっぱまだ操作も慣れてないし、立ち回りも分かってないしで、これでいいのかさえも分かってませんが。必殺技とかね、全然忘れて使えてないですけど、またも一方的な展開ですが。うん、なんだ？
あのちっちゃいクマタン帽子かぶってるやつが大きいクマタン出したすげえクマ召喚できんだ。いいね、あのキャラ強そうだね。さあこれはもう前線で相手に何もさせないように打ち込みまくりましょうか。あのクマタン強えな。後方の仲間がエメラルドアートにしてくれてるみたいなんで前線張って、さあブルーチームカウントダウン。いやクマタン強えぞ、あのキャラいいね。クマの方にフォーカスが集まってなかなか味方のところまで攻撃届いてないですもんね。まあただああいう風にチェイスされて追われたらちょっと厳しいか。仲間落ちちゃいましたけど、危ない危ない危ない。オーケーオーケー、最後はなんとか逃げ切り4連勝でございます。いやいいなあのクマタン。さあランクとかも上がっていくみたいですね。あとさっきゲットしてたトークンとは別にトロフィーっていうのもあるみたいですね。でトークン報酬でランクアップとかレベルアップでもいっぱいもらえてきますね。はい、ということでその後3戦ぐらいしてみて、いろいろとゲットしてた報酬から、お、これガチャみたいな感じなのか、コイン、パワーポイント、お、アップグレード解放、お、これらを入手したと。でコインが多分お金的なやつで、左上のやつがこれ来ましたね、トロフィー目標、取得してたトロフィーでここもいろいろ報酬もらえるみたいです。お、来た、アンロック2体、これこれ、あのクマタンや。クマじゃねえのかこれ、狼？ FF のガウとかドラクエのガボみたいな、そっち系のキャラっぽいですか。あ、連続でボックスを引いていきますが、うん、またコイン、そしてパワーポイント、そして新イベント回収、バトルロイヤル、なんでしょうこれは。あ、ここが多分あれですね、モード変更みたいな感じなんでしょうね。なるほど。まあ、こんな感じでトロフィーを集めのトークンを集めていくと、いろいろキャラクターだったりがアンロックされていき、ゲットしましたね、このニタ。こいつをちょっと使いたかった。で、ショップもなんかビックリマークつきましたね。あ、無料でパワーポイントとか増やせるんだ。パワーポイントが何なんだろうね。アップグレードが可能っていうのが、どういうあれなんでしょうか。もう一体初期キャラのやつもゴールドで買えますけど、あとこの緑っぽいのは多分、課金アイテムになるんでしょうね。で、ちょっとパワーポイントってやつ、アップグレードをしてみますか。ニタ。パワーレベル2にアップグレード。あー、なるほどね。パワーポイントを集めていくと、最終的にゴールド使って、キャラクターごとのレベルを上げられるみたいな感じなんですね。じゃあ、早速このニタを使って、今までがエメラルドハントっていうのが通常のイベントだったみたいですけど、これをちょっと先ほど解放したバトルロイヤルに変更してみて、お、バトルロイヤルはソロとデュオがあるんだね。このブロスターはなんかチームでね動いていくのが楽しそうな感じなので、デュオでやってみましょうか。デュオバトルロイヤル、すべてのチームが敵同士。ブロー、キーバッコや敵からパワーキューブを回収してパワーアップ。あれか、わわわわ、なんだなんだなんだ、バトルロイヤルだね。ううなんか変な攻撃打ってるやついた、矢っぽいの打ってるね。あ、壊したけど、あのパワーキューブってやつ回収しないで敵に取られちゃったよ。大丈夫？仲間との連動が大事。センターブッシュめっちゃ隠れれるから、なかなか見つけにくいね。あ、でもこれ仲間キルしてくれてたね。パワーキューブをちゃんと取っていこう。さあ、これ、相手から見えてないので、攻撃したら多分、一瞬可視化されるんだろうね。隠れながら、うまーくやりたいところですが、さあ、ロケットランチャーみたいなやつ入ってきましたが、右下からも入ってきそうか。大丈夫か？上に2枚入りまして、右からももう1枚来てるよ。いや、しかし、ダメージは入っていない。お、やってくれたね。あーっと！ロケットレンチャーでかいの一発食らった。さあ必殺技をとにかく貯めたい。クマさんを召喚したいよ。あ、いたじゃん。よし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 、相手に聞き取られてるよ。今やったね、これ聞き取ったね。オッケーオッケー。さあクマさん召喚来た。これで一気に敵が狙ってきてる。クマさん頑張れ、いいぞめっちゃやったんだけど。あ、でも何何、危ない。なんだ、次元爆弾みたいのいっぱいあったけど、いつの間にか勝ち切ったバトルロイヤル面白いな。なるほどね。こういったいろんなモードがあるという感じのようでございます。はい、ということでございまして、ブロスター初見プレイをちょっとやってみてね。このニタがなんか個人的には良さそうかなと。この子の使い方とか立ち回りとかをちょっと勉強してね、ブロスター楽しんでいこうと思っておりますので、皆さんも興味のある方はぜひとも、なんかフレンドプレイとかもできるみたいですからね、仲間と一緒にやったりすると楽しいんではないでしょうか。ということで、今後ブロスターもなんかシリーズで動画とか作れていけばなと思っておりますので、この動画、いいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録お済みでない方はぜひとも登録ボタンポチッとなとよろしくお願いいたします。今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。
バイバーイ。